はい、あ、村方文子と言います。私は船引きの方からこれ今日はあの来たんですけども、船引きには鬼ごろ、旗タごろのような伝説ってないんだが、ただ一つ有名なのがあるんです。阿部文寿様の話なんです。じゃ、文寿様の話聞いておくれね。はい。文寿様の阿部貞利の母の話です。はい 昔のことはまずあったとなあっとこに若者がいだったとでまあ冬の寒い日であったがキツネが鉄ぽぶち殿ににらわっちるとこを見つまったわけだいやいやこれはもうおいこった。助けねば何でもって我が身に降りかかるのも忘れてキツネを助けた白いキツネであったがキツネは何べんも後ろ振り向きながら その男に礼を言って姿を隠したとその夜であったと「お晩です」って若い娘の恋が済んだとその男一人暮らしだったから「はてこれなこういう寒いし何食べでもってとんばり棒を外して見たら若い娘が立ってたと「人よの宿をお願いします」って言うとこうだ寒いのになんちゅうごったと思って。 男ははあこういう寒いのにどうしたわけだと思ってはあ当たり当たりいろりろのそばさてうん介護をしてやったとそうしているうちに娘が何日たっても帰いに急いそいそしく食うことしたり海水くみしたりその日にいいんだと男も一人目だったもんだからほれなどうしたんだって聞いたらおら行くとこにいいんだって言うと。 ほんじゃ、っていうことでまもなく若い二人だそれ、うん、心を寄せ合ってまもなく過ぎ年になったんだべそしてある時残ったややできた俺のややなすのは見にてほしいって、うん、言わっちゃとして何して何して一人で物置きのような子役でなしたその子供が阿部の貞党であったと。 貞藤っていうのはそれこそ何をやっても頭も切れるそういう人であったがその貞藤のお母さんはそのこれからも語るがまずまず狐であったべっていう話なのねそしてじゃが木留めって昔はずっと長くなって高いところにうちがあんのがうん。 そういうのがいつもそういう長い木止めを通って水を汲んだりそういうしんのが昔の人の習わしみたいなことになってて、うん、長魚も担ぐのもうんそういうこうして木止めに、ね、あるし残ったと立派な菊がいてだったと黄色い菊がそうしたらそれに見とれて自分が姿をかいのわせて 地にの姿で菊にみどりていたとそうしたら母ちゃんがそういう姿になってたっていうのを息子に見られちまったわけだその時「さだと」は3つであったと「母ちゃんお金お金」ってうーんとだだしたとそうしたら一回人に見られてからには二度とこの家にはいらんねって山さ姿隠したと。 まず昼間はおやつまどいっからいいが夜になっと母ちゃん母ちゃんってないで眠んねおしておやつまも困っちまって定頭をうぶって和田でれ年齢こ来て「定とのおっかはいねえが定頭のおっかいだら出てきてくよ」って声えかぎり背中のややも母ちゃん母ちゃんって呼ばって山中歩ったが。 二日歩き3日歩きしたがとても出てこねそして社だと母ちゃんは出てこねえから、はあ、母ちゃん探さねえでやめっなっつったら後ろで首踏んだとやんだやんだって母ちゃん手うってそうしてまた握り飯しょって山中歩ったら死のくれることであったと木の嗅ぎ方ちらっと白いものが無いだとうん。 貞田党はそれはややは分かんなかったが親っゃまはハッと思ったと「貞田党のおっかいたら貞田を来たから代でやってけろ」って恋のかぎりに騒いだとほしたら出てきたらそういう姿で出てきたら「まだ佐田党はだだすっぺ」ってじゃあ元のおっかの姿になって出て「貞田を代でやってくんねか」って佐田、うん、党のお父ちゃんは言ったら。 元の母ちゃんの姿になって出てきて三つになった貞藤をぎっちりと抱きしめて自分が言わないことを何遍も何遍も貞藤に声かけたと「貞藤よ文芸も大切だが学問もよくやってな世の中のために役に立つ人間になんだぞ」ってその言葉を何遍も何遍も貞藤に耳さ吹き込んだように言ったと。 そしたら佐田党はこっくりとこうなずいてそしてまだぎっちり抱いて山の長さ姿消してったとそしてお父さつんの言うこと聞いて佐田党はそれからっちゅうものをわがままも言わねてまずすくすくと伸びたそして大した武芸もやり学問もやりして立派な武将になったんだけど戦争の世の中だそれ。 そっちは行って戦い、こっちは来て戦い。だから、歴史の本難とめっと。小肌の旗祭りさ、行っても戦い。合戦場の桜って戦い。とにかく戦いのしびであったと。それで。あの。四月二十九日は文殊様のお祭りなんだけども。その時に。ちご行列があるんですよ。四月の二十九日は。安倍文殊様のお祭りで。だから。あの、私も。 船引きにいる一人として、それをみんなに、あの、語って聞かせてなあなんて思って、こうやって喋ってます。はい、ざっと昔は盛りました。ありがとうございます。あれ田村、どど、.TV